夫婦です今日は出来たてほやほや決まったばっかりのスペシャルイベントについてお伝えしたいいと思いますカリフォルニア在住の経営コンサルタントであるあの岩本隆久さんをお迎えして7月22日にイベントを行いますこの日はラッキーセブンの夫婦の日ということで非常に縁起がいい日なんですけれどもこの日に隆久、ね、さんを京都にお迎えしたいと思っています。 どんなイベントを行うかというとですねタカさんはですね私たち夫婦のマリッチプレミアムの本にも成功夫婦の3組のうちの1組の事例として出ているんですけどもタカさんが奥さんだったりとかお子さんたちだったりとか家族全体で作り上げている人間関係を良くする方法最高の人間関係を作る方法について特別イベントを行いたいと思っています。まずはですね先日タカさんとの タイプでのミーティングの模様を少しご紹介したいと思いますのでそちらをお聞きになってください2つの視点というのはあ2つの視点というか1つはあの価値観要は相手の価値観を知って結局人ってさ自分の価値観に合ったことで話してくれるとノリノリになるわけじゃない,はい、はい、で自分の価値観と合わないことになると「うん?」ってなっちゃうわけ。 だからこそ相手のまず価値観を知っておくことが大切で、うん、で,でも相手の価値観だけに合わせちゃったら自分がつまんないじゃない、うん、なので自分の価値観ももちろん知っておくと、うん、で自分の価値観を知る相手の価値観も知ってじゃあ自分の価値観と相手の価値観をどうやってすり合わせるかと、うん、でそのすり合わせができたらばそのすり合わせができる形でコミュニケーションを取るということです。うんうん これが一つのやり方一つの視点というのはもう価値観という一つの視点ねうん、うん、価値観でコミュニケーションを取ろうと、うん、でもう一つの視点はバランスという視点、うん、だから常に相手にあの自分のにとっていいことばかり相手がするもんだって期待してると絶対そんなことないから、うん、あのいつもがっかりするじゃない、うん で相手がいつもそのやってくれることはいいこともあって悪いこともバランスが取れたニュートラルなことを相手はしてるだけだということを知るという,うん、うん、だから2つの視点で1つは価値観もう1つはバランスが必ず働いてるよという価値観うん,うん。ことこれを知ってるとコミュニケーションがすごくあの楽になると。で、うん、僕は前から言ってるようにあの好奇心とか。 あとあのラブランゲージにあったけど、うん、相手にとっての愛っていう意味はそれは相手にとってのそれがその人にとっての愛の価値観がそこにあるってことじゃないうん、うん、結局同じなことなんだけどね相手の価値観を知って自分の価値観を知ってすり合わせるときのなんかこう秘訣はあるんですかうんメリットっていう視点で考えていくことメリ,ットメリットを提示するってことですか うん、たと例えばの話だけどあの本の中であい書いてある例は、えー、いつも旦那さんが、うんあのー、ゴルフが大好きなのよ、うん、でもゴルフやるってなると土日になっちゃうのよねはい、はい、週末は奥さんの方は旦那さんは平日は忙しいわけだからうん、うん、子供と一緒にこういてほしいと、うん、家族で一緒にいてほしいと、うん、でも旦那はゴルフ行きたがる、うん、それに対していつも「 旦那さんが行きでいるとしても渋々いるし、うん、で行かれた日にはすごく頭苦しい、うん、ということで家族の関係良くなかったのよね彼女が考えてることは何かというと彼女の価値観は家族が一番だと思ってるわけうん、うん、で旦那さんは家族大切だけどでもそれよりもやっぱ仕事とかで成功することを優先してるわけですよ。うん なので、えー、彼女は週末に旦那さんがいないっていうことはもう彼女の価値観に完全に反してるわけうん、うん、あの人はもう何も分かってないとうん、うん、ひどい旦那だとで旦那の方は旦那でいつも俺を縛ろうとすると俺は仕事で、ね、ゴルフはしあの取引先とやるんだとかうん、うん、そこで人脈を広げていくんだも,もし行けなかったらだから仕事がうまくいかないんだみたいなうん、うん、俺のことをサポートしてくれないというふうに思ってるわけ。 でじゃあソリューションは何ってで彼女は、うん、彼がゴルフに行くことが自分の家族との関係をよくするっていうものにつな、えー、がればいいと、うん、でそこでやるのが、うんえー、彼がゴルフに行くところそれがロンドンだったりすると、はい、ロンドンで今度何があるかってイベントを調べるわけですよはい,、はい。したらここでセールをこの時期ロンドンではデパートこことここやってると。うん それだったら私そのセールに行けば子どもの洋服をこう買える、うん、家のなんか、えー、絵とかなんか調度品を買えると、うん、でバーゲンセールだから、うん、その分すごいお金が浮くじゃんとはい、はい、そしたらこの飛行機代をちゃんとカバーしてくれるよね、うん、と、うん、でそしたら家族一緒にロンドンに行けて、うん、で私は子どもたちと一緒に洋服見たりとかこういろんなことができる。旦那は旦那那はで ちゃんと彼の願った通りゴルフができると。うん。いうふうに。相手の価値観も。満たして。自分の価値観も満たしている方向は何かっていうふうに見つけていくということです。うん,うん。その奥さんはその旦那さんと一緒にいるっていう。ところでファミリーじゃなくて、子供と一緒に過ごせたらオッケーっていうことですか。うん。ホテルにも帰ってくるでしょああ、なるほど。で、えっ、ー、と。 家族が彼女の優先順位だからうん、うん、子供に何か買ってあげるとかうん、うん、ああなるほどだからそういうふうに普段はいつも自分の価値観だけをんですよ。相手の価値観にリスペクトし置おいてないじゃないそ、うん、れが相手の価値観にもちゃんとリスペクトを置おいて自分の価値観をもみ出す、うん、そうするとどっちも満足っていう手が作れるということ。うんうん いうことは相手の価値観をちゃんと知っておかないと自分の価値観を主張してると相手の価値観が見えないわけよ。うんうん、彼がゴルフに行く仕事のためって言ってもそれは何で仕事よりも家族の方が大切じゃないとしか思えない。うんうん、でもあ彼にっての大切なんだこれをリスペクトしようというふうに思ってるとうん、うん、それがあの自分の価値観に反してるというような考えを持たないのよね。うんうん、じゃあ自分のこれ彼の彼価値観もいい 満たして自分の価値観を満たすにはあこういうソリューションがあるわうん得、うん、られるということまあ平行線じゃなくなりますもんね<え>そうするとお互い好きなことを主張してるんじゃなくて<う>、うん、両方の共通点で見出す方法を考えるってことお互いにやりたいことができて,て終わらせるんじゃなくてうん、うん、まずは最初は価値観を知らないわけじゃない、うん、自分の だけを主張して,るっているうののが多くの人だから、うん、相手の価値観は何だろうということを知って、うん、で自分の価値観もこうなのよねってじゃあこれを2つを満たすソリューションは何ということを考えていくということがすごく建設的なやり方って相手の価値観を知るには何かかコツがあるんですかねそれが13の質問があってあ<ー>その13の質問をすることによって相手の価値観が見えてくるんですよ。 自分の価値観もね。本当は普通の人っていうのは自分の価値観さえ知らないからねうん、うん、なんとなく漠然と自分はこれが好きとかって思ってるけど、うん、実は自分の価値観を知らないことの方が多いで価値観をしあの探す方法として質問しちゃいけないんですよ質問しちゃいけないっていうのはあなたは何が好きですか、うん、何が大切にしてますかっていうと、うん、みんなねあの社会的に受け入れられることを言うんです。うん <laughs> だから例えばどんなにハードワークの旦那さんでもね、うん、ね旦那さんにとって大切なものなんですか家族ですって絶対言うから、ね、<laughs> 奥さんですとか、子供ですって、うん、でも彼の行動を見てみると、子供との時間ほとんど取ってなかったり、うん、だから頭ではこうあるべきだって旦那さんは思ってるわけ、うんうん、家族が一番ですよ、それは。うん、<laughs> けど、じゃあ実際、彼の行動に現れてるのは何って言ったら、もう仕事ばっかりやってたりするわけ。 したら彼の本当の価値観は家族じゃなくてやっぱり仕事なんだよね。うんうん、なので行動に価値観がちゃんと現れてるてうん、うん、例えばその人の部屋の中を見ると一番何がその部屋をこう閉めてますかとものがねうん、うん、僕の場合だと完全に本ばっかりなわけですよ。本、うん、本ももの中でもやっぱりあのテーマが 絞られてくるわけですよねうん、うん、そうするとあ,あ僕の部屋に来ればあ,あ山本さんってこれがこれがすごく今価値観を置いてるのねうん、うん、結局よく言われるのがさ人は潜在意識で生きてるって言われるじゃない。うんうん、潜在意識よりも 働いてるのは20%ぐらい80%は潜在意識で人が行動してるんだよとで潜在意識って言われるとねすごく漠然としたものになっちゃうわけで実はその潜在意識って何って言ったら価価値値観なんですよよ自分の価値基準によってて人は動いてるだから行動は価値観が表してるから逆に言うと行動を見ればあなたの価値観は何だっていう,うに客観的に言える